娘か。生きていたんだな。モンタギューの息子と逃げてたらしいじゃないか。あたしらには関係ないけどね。さて、どうしたものか。お前、このままの勢いで我らが姫を助けに行くのもいいですが、すぐに捕まってしまいますよ。じゃあどうしろと。幸いこの騒ぎで私たちへの捜索の手は緩んでいる。今のうちに隠れ家に戻って作戦でも練りましょう。助け出してみせる。絶対にな。潤んだ瞳の奥に変わらぬ君の姿、どこまで世界は続くの。途絶えた日々の言葉、この番組はゴンゾとご覧のスポンサーの提供でお送りします。キャピレットの娘を連れてまいりました。通せ。この日を待ち望んでいたぞ、キャピレットの娘ジュリエット。よくもここまで生き延びたものだ。モンタギュー、父様と母様の仇、そしてロミオの。ロミオと一緒だったそうだな。どこで息子をたぶらかした。ロミオを誘惑でもしてモンタギュー家を崩壊させるつもりだったか。ジュリエット・ミャンマータ・アースド・キャピレット、お前を明後日崩壊処刑とする。連れて行け。はっ。生き残った他のキャピレットの者たちは助けていただけますか。私は死んでも構わない。キャピレット家の者たちを許すわけにはいかん。死によって罪を償え。汚らわしいわ。太后のご子息をたぶらかすとはとんでもない魔女だな。
まさかロミオがキャピレットの娘と一緒に逃げていたとはね。ロミオ様をそそのかすなんて一体どんな方なのでしょう。私がその方の胸の内を聞いて差し上げたいわ。キャピレットの娘がそんなに気になるのかい。わかったよ。僕が太后に面会できるよう頼んでみるよ。失礼します。ロミオ、お前は騙されていたのだ。あの娘がお前に近づいたのは私を倒すため、この城をネオベローナを取り戻したいがため。違います。騙されていたのだ。違います。愚かな。父上の言う通り愚かかもしれない。でも僕はジュリエットを愛しています。僕たちは心から愛し合っているんです。娘の仲間は、キャピレットの残党どもはどこにいる。知りません。今まで娘をかくまってきたのは誰だ。知りません。娘に協力した者は。知りません。まあよい、いずれ見つけ出す。あの娘を処刑した後にな。ジュリエットに何の罪があるというのですか。罪はキャピレットの娘だということだ。いかにお前があの娘を愛していようとも、お前はモンタギュー家の息子。あの娘もさぞかし苦しんだことであろうな。恨みと憎しみと運命の皮肉に。下がれ。少しは頭を冷やすんだな。いずれにせよ、キャピレットの娘は死ぬ。どうぞ。こちらです。お着替えを持ってまいりました。先ほどお姿をお見かけして、あまりにもボロボロでおかわいそうだったもので。あなたは。私はハーマイオニ・ド・ボロメオ、ロミオ様の婚約者です。ハンカチをありがとうございました。ロミオ様は大層喜んでおられました。婚約者として申し上げます。ロミオ様の心をもてあそばないでください。あの方はとても純真な方なのです。私はロミオのことを心から愛しています。何か欲しいものがおありでしたらおっしゃってください。ハンカチのお礼に。ありがとうございます。ですが何も。そうですか。では私はこれで。ごめんなさい。大丈夫かい。私はごまかされませんわ。あんな清楚な顔で刺繍入りのハンカチなんて、しかもあんなたどたどしい刺繍、ロミオ様が惑わされるのも無理はありませんわ。キャピレットの娘を公開処刑だとよ。ひでえ話だな。僕、わからないよ。どうしてジュリエットはモンタギューの息子と逃げたりしたの。明後日に処刑。
思っていたより早いな。ジュリエットの恋していた相手がモンタギューの息子だったなんて。まさかロミオがジュリエットと。私がもっと話を聞いてあげればよかった。どんなに苦しかったことか。好きな人の父親を撃たなければいけないなんて。コーディリア。俺たちが助け出す。アントニオ、コンラッド殿からの地図を。あ、うん。これは？コンラッド殿が書いた城の地下牢への見取り図です。で、地下牢は、ここだ。ですね。厄介な場所だな。競馬場からなら、すぐ地下牢へ繋がっているはずです。間違いないのか？はい。空からですね。うん。正門周辺と違って、競馬場のある東側は、兵も手薄です。竜馬で一気に切り込みましょう。アントニオ、竜馬の用意だ。うん。待っていろ。ジュリエット。そこの竜馬、ここは飛行禁止区域だ。侵入者だ。キュリオ、先に向かってくれ。援護する。わかった。アントニオ、いいだ。うん、思っていたより早いお出ましだ。騒がしいぞ。何があった？侵入者です。おそらくキャピレットの娘の奪還が目的かと。さっさと始末しろ。エスカラス。なるとでも思っているのか。残された人のことを考えてみろ。この14年間ずっとお前に希望を託してみんな生きてきたんだ。この街を変えるんじゃなかったのか。お前が諦めたらランスロットが赤い風になって死んだ意味がなくなるんだぞ。俺はずっとお前を守ることに命を懸けてきた。お前は何に命を懸ける、
来いか。それでも構わん。だが、ここでやられては何も実らない。上でフランシスコが踏ん張ってくれている。急げ。失礼するよ。魔球師よ。明かりくらいつけたらどうなんだ。何かあったのか。キャピレットの残党どもが娘を取り戻しに城に侵入してきたらしい。なんだって。城の衛兵たちは皆駆り出されてしまっている。君の監視の兵ももうここにはいないよ。ありがとう、パキューシオ。いえいえ。しておる。どういうことだ。なぜキャピレットの娘がここにいる。何、何の真似だ。命を継ぐ者必ず戻ってくる。エスカラスの元へ。ジュリエット。クソ、どこだジュリエット。まずい、親衛隊だ。しっかり捕まれ。かかる娘だ。もう逃げられん。捕らえろ。ジュリエット。ロミオ様。ジュリエットに手を出すなら、僕が相手をする。兵たちの様子が変ですね。どういうことだ。キュリオ、フランシスコ。ジュリエット、いたよ。どこだ、アントニオ。
早く行って。ロミオは？いいから早く。いや、ロミオも一緒に。ジュリエット、逃げてもまた捕まるだけだ。だから逃げなくてもジュリエットと一緒になれる道を見つけ出す。行って。ロミオ。大丈夫、離れていても僕たちは一緒だ。心は決して離れることはない。二人で誓ったから。生きる時も死ぬ時も二人は一緒だと。汝感謝を知れ、恥を知れ、母を知れ、父を知れ、友を知れ、そして己の無力さを思い知れ。次回、ロミオとジュリエット第14幕、重責、この腕の中で。本当に実らぬ恋なのですか？この番組はゴンゾとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。